はい、こんにちは。ミディアミスト浩平です。いつも動画をご覧いただいてありがとうございます。今回はですね、サンダースの、ブリットジャッカですね。こちらについてお話ししていきたいなと思います。以前にもブリットジャッカについては取り上げたことがあったんですけど、ちょっと少し古かったので、今回改めてちょっと取り直しをさせていただいています。で、一応お話の順番としては、サンダースの、ブランドの、少しルーツの部分をお話しして、ブリットジャッカのお話をして、その後履いた感じですね。着用の動画を撮り、で最後まとめという形で進めていければなと思います。では早速行ってみましょう。はい、じゃあまずはちょっとブランドについてお話ししていきたいんですけど、できたのは1873年の、イギリスです。ウィリアム・サンダースさんとトーマス・サンダースさんって方が、作っていまして、兄弟ですね、彼ら。なんか最近思ったんですけど、以前そのチャンピオンの創業した時の話した時も、兄弟だったんですね、確かチャンピオンも。結構割とそういうなんか兄弟で創業するみたいな、チャンピオンは厳密に言うと創業者は親なんですけど、実質的にスタートさせたのはその兄弟ってこともあるんで、なんか兄弟でやっていくみたいなって割と多いのかなと最近思ってたんで、ちょっといろいろ調べてみたいですね。で、主にですね、その警察官だったりとか、軍とか、いわゆる公務っていうんですかね、オフィサー的な立ち位置の人にサンダースが納品してたりとかしてですね、支持を集めていたという部分で、ミリタリーコレクションがあったりとか、ドレスっていうよりも、やっぱミリタリーとか、警察官とかってやっぱイメージが僕もサンダースに対してはあって、すごい実用グッズというか、実用的な靴としてのイメージがすごく強いですね。で、価格の話とか後でしますけど、その実用に耐えうる靴にもかかわらず、すごく価格が安かったりするので、そういう部分も含めて人々に愛されてるんじゃないかなと思います。でそういう、いろんな功績が認められて、英国王室御用達の、ロイヤルワランですね。バブアの時にも話したロイヤルワランとかサンダースもにもついていると。歴史を重ねて相当多くの人々から、支持を集めている靴なんじゃないかなと思います。由緒正しいシューズメーカーって感じですかね。じゃ続いてちょっと、この靴自体の話をしていきたいと思います。はい、ここからはちょっとブリットジャッカについて、ちょっとよりでお話ししていければなと思います。いろんな名作を生み出してきたそのサンダースなんですけど、ダービーシューズとかもね、結構有名なんですけど、その中でも、やっぱこのブリットジャッカって代名詞的な存在だと思うんですよね。で、最も有名なエピソードは、スティーブ・マックイーンが映画で着用して、で、それでこう、注目されたっていうエピソードは結構有名なんですけど、そのスティーブ・マックイーン自体は、映画でもプライベートでも使ってるってことで、愛用してたっていう、話が残ってますし、やっぱそれに憧れた方も僕らよりその年配の方とかだと多いんじゃないかなと思います。で、僕自身はスティーブ・マックイーン の映画を見てっていうよりは、雑誌とか普通にお店に置いてるのを見て普通にかっこいい靴だなと思って入ってきたので、そんなに映画に関してのなんか知識とかはないですね。でもそのスティーブ・マックイーンっていうのは後から見て、とんでもなくかっこいい人だなっていうのは気配で察知しましたんで、後から学習していってるっていうスタイルです。で、この着火ブーツ自体の話をすると、まず一番の特徴はこのソールですよね。ここですね。これが普通のいわゆる一般的な着火ブーツとは一味違うというところになります。マットガード製法と呼ばれる作り方、特殊な作り方で、アウトソール、この外側のこのソールですね、こことアッパーの部分が一体になっている作り方をこのマットガード製法といって、マットガードって名前の通りなんですけど、泥除けですね。革靴原理主義の方いらっしゃったら補足いただければ助かるんですけど、見たままを話してます。そもそもこの機能的な特徴もそうなんですけど、この姿ですよね。この姿がもうそもそもサンダースブリットチャッカというアイコンにもなっているってことは言えると思うんですよ。で、このマットガードは一体になっていることから、その雨の侵入を防ぐわけですね。雨とか泥の侵入を防ぐと。だからどこでも行けるっちゃどこでも行けるわけなんですよね。だからその部分がやっぱ革靴と、普通のいわゆる革靴と違って、進歩している部分というか、テクノロジーにあたる部分ですよね。だからどんな道でも対応していける。一方で、オールソールの交換って難しいみたいなんですよ。これを取って新しいものをつけるってことは、なんか難しいみたいなんで、なんかその辺は、普通の革靴とは違って、機能性は悪い部分なのかなとは思います。ただ、それも一方で、結局その上質な、スウェードだったりとか、こういうマットガードとか使っていることで、結局全天候いける。その雨降っても、基本スウェードの靴で雨降ってもいけると思いますし、マットガードついてるんで、泥かかってもいけると。で、プラス、その丈夫な作りですよね。丈夫な作りなんで、結局は長年使える、長年の使用に耐えうる設計になってるのかなと
マットガードついてるから、そのアクロにもいけるから、どんなフィールドでもいけるし、どんな条件でも、どんな天候でも、まあ、使えるってことなんで、結局、まあ、多く長いシーンで使えると。で、そうすると、まあ、結局はコスパいいよねってことになるので、結果的に長く履ける靴として人々に、親しまれてるんじゃないかなと、僕は思いました。着用した感じは後で動画撮りますけど、私が履いて実際思ったのは、やっぱこのマットガードがゴムなんで、結局、歩きやすいんですよ、すごく。普通の革靴のように、カツカツというわけでもなく、ないので、なんていうんですかね、もう衝撃が和らげられるというか、非常に歩きやすいですね。ですんで、ストレスがあんまかからなくて、まあ、スニーカー感覚というと言い過ぎになるんですけど、非常に安定して歩行することができます。で、プラスこのアッパーのスウェードも非常に柔らかいんで、買った時から柔らかいんで、上の部分でもこう、なんていうんですかね、痛いとか、痛みみたいなことはほぼなくですね、買った瞬間から安定した歩行が可能になるという部分は、まあ、他の革靴とは一線を画すとこなのかなと思います。じゃあ、お次は、着用した姿を撮っていきたいなと思います。はい。まずこれが濃いデニムとの合わせですね。結構いい感じじゃないでしょうか。合わせてるやつはリーバイスですね。はい、次こちらが薄デニム合わせですね。濃いデニムは結構普通な感じがしましたけど、意外と薄いデニムともやっぱ相性いいんですよね。で、僕的なこだわりなんですけど、この薄いデニムの時ってやっぱ白の靴下と合わせることで、絶妙なこのダサさというか、なんか野暮ったさが出るなと思ってるんですよ。だからなんか意識的にこのスタイルする時は白の靴下履いたりしますね。この配色がなんかやばいんですよね。なんて言うんでしょうね。言語化すごい難しいんですけど、おっさんっぽいって言ったらいいんですかね。でもなんかこの薄いデニム履くときはやっぱこの細いのがいいですね。細い薄いデニムだと、まあ、そんなになんかやぼくなりすぎないというか、丈感はちょっと短めの方がいいかもしれないですね。このあんまりこうダボついてると、サンダースのなんかこのシュッとした感じが損なわれる感じがして、まくってあげてもいいですね。これがまあ薄デニム合わせ。こう履いてるやつはリゾルトですね。はい、次はチノパンですね。ラルフローレンのベッドフォードチノですね。まあ、これもストレートなんですけど、意外と、まあ、渡りとか細くて気に入って履いてるやつなんですけど、サンダースとも相性いいですね。これもなんか茶系との組み合わせなんで、まあ、一見合わせづらいかなと思うんですけど、意外とこの濃淡がはっきりしてるんで、なんかあんまそんなに違和感はないかなという感じです。あとこれもやっぱ白入れるとなんかいいっすね。でこれをパンツ履くときはいつも僕はワンロールしてますね。あと、しわくちゃですいません。しわくちゃすぎますね。家にちょっとアイロン置いてないもんで、洗いざらしで置いてたらこんな感じになっちゃってました。はい、まあ、色の参考にしてもらえたらなと思います。これが知能合わせ。最後、スラックスですね。暗いかもしれないんですけど、スラックスだとこんな感じですね。スラックスでも全然なんか合うんですよね。スラックス履くときはさすがにちょっと、まあ、暗めの靴下。これネイビーですけど、合わせますかね。はい。でも、スラックスでもいけちゃうんですよね。これでベルトを茶色とかにして、なんか合わせて、で、シンプルにシャツは白で、セットアップでいくっていうのは、なんかかっこいい気がしますね。これがスラックスです。はい、じゃあまとめですね。まあ、まとめの前にさっき言ってたその価格の部分なんですけど、日本の正規店で購入すると税抜きで4万3000円ですね。私から見ても安いなと感じれますね。店頭で履いてもらうともっとわかるかもしれないですね。実際足通してマイサイズ履いてみて、革靴を履いているなという感覚にはとてもならないというか、それぐらいすぐにこう足にフィットしてくれるのが、まあ、サンダースグリップチャッカーのいいところかな思いますし、まあ、コスパは相当高いと思います。さっきの着用見てもらってもね、わかるように、やっぱり、まあ、デニムとかスラックスとかチノパンとか、まあ、短パンもね、試したことありましたけど、どれとでも相性いいので、まあ、シーンを選ばずに、プライベートでも仕事でも履けるっていうのは、やっぱ強みですから、4万3000円では相当コスパ高いなと思います。だからそれも含めて、まあ、激おすすめですね。で、もちろんメイドインイングランド。今でもメイドイングランドなんで、その辺も評価が高いです。はい。で、まあ、詳しい情報とかは、公式のページをちょっと概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひチェックいただければなと思います。それでは、今回の動画はこちらで以上になります。最後までご覧いただいて、ありがとうございました。インスタとかブログもやってますので、こちらも概要欄からチェックいただけると嬉しく思います。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。